制して折り返すぞっていう気持ちを感じ取りましたね。明治安田 J2 リーグ、町原の岡山対清水エスパルス、両チームスコアレスで折り返します。明治安田 J2 リーグ、スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。この時間はバジアーノ岡山対清水エスパルス、こちらをご覧いただきます。岡山のキックオフでスタート。バジアーノ岡山対清水エスパルス、このゲームは4-5-1のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何を意図するんでしょうか。そうですね、特に中盤の形勢ですよね、この右左に位置するサイドアタッカーですよね、これが一つのポイントになりますよね。やはりサイドアタッカーにボールを配球した中で、そこからドリブルだったりとか、サイドから攻撃のスタートをしてくるっていう狙いがありますよね、さあこのワントップ、結構これは負担になりそうですね。そうですね、やっぱりこのワントップはボールでキープできること、ためを作れるということが重要になりますよね、もしくはやっぱスピードのある選手ですね、このワントップにスピードのある選手で相手を攻めさせておいて、スペースにスピードで攻め込むっていう、このワントップの狙いもあるかもしれませんね、直接狙った、立ち上がりのコーナーはねチャンスですからね。乾、さて北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。そうですね、乾ですかね。彼の良さはやっぱりパスやシュート、ドリブルといったテクニックの高さになりますよね。乾のイメージはそういったプレーだと思うんですけども、守備のうまさ、相手を牽制してワイドボールを限定するようなプレーもできるんですよね。そういうところも気をつけて見ていくと面白いと思いますからね。なるほど、そのあたりも注目しつつ今日の試合見てまいりましょう。ディフェンス、これを読んでいた。ショート行きましたね。裏のスペースを狙う、いいボールだ。カロリーニョスから山原、シュート、いい反応。柳、さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0-0です。柳、木村、この位置で受ける。さあ藤田、パースをつなげます。柳から中、クリアです。センバへ、ここで収まる。さあシュートレンジだ。乾、これ仕掛けるか、パスの効果、仕掛けるか、いけるか、つながります。上げて頭、これはクリア、中心ファウルを取りました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。さあこのフリーキック、これは狙えますかね。直接か、わずかに右へそれました。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。宮本、高橋、センバ、乾。さて北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。そうですね、乾ですかね。
彼の良さはやっぱりパスやシュート、ドリブルといったテクニックの高さになりますよね。乾のイメージはそういったプレーだと思うんですけども、守備のうまさ、相手を牽制して奪いどころを限定するようなプレーもできるんですよね。そういうところも気をつけて見ていくと面白いと思いますからね。なるほど、そのあたりも注目しつつ今日の試合見てまいりましょう。ディフェンス、これを読んでいた。ショート行きましたね。裏のスペースを狙う。いいボールだ。カロリーニョスから山原、シュート、いい反応。柳、さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。柳、木村、この位置で受ける。さあ藤田、パスをつなげます。柳から中、クリアです。センバへ、ここで収まる。さあシュートレンジだ。乾、これ仕掛けるか。パスの交換、仕掛けるか、いけるか、つながります。上げて頭、これはクリア。中心ファウルを取りました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。さあこのフリーキック、これは狙えますかね。直接か、わずかに右へそれました。いや、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。宮本、高橋、センバ、中心ファウルを取りました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。さあこのフリーキック、これは狙えますかね。直接か、わずかに右へそれました。いや、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。宮本、高橋、センバ、これは合いません。木村、ここで前を向けるか。ファーストハーフもアディショナルタイムに入っています。阿部、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0。さあ前半が終わりました。岡山としては得点には至りませんでしたけど、特に終盤で見せた攻撃は迫力ありましたね。